おはようございます。思い出の一文字を形にをコンセプトに活動しております、一文字の長澤翼です。本日は10月の17日、現在時刻が3時6分でございます。今日もやっていきましょう。朝から元気になる名言ラジオということで、今日はですね、ラルフ・ウォルド・エマソンの名言をご紹介させていただこうと思います。ラルフ・ウォルド・エマソンはですね、知らない方も多いかと思いますので、ご紹介をさせていただくとですね、アメリカの哲学者であり、詩人であり、思想家ですね。個人の直感とか精神の自由っていうのを重んじ、自立、自分らしさ、自然との調和を説くエッセイとか講演で、知られている、そして影響を与えた方ですね。そんなラルフ・ウォルド・エマソンの名言を今日はご紹介させていただきます。名言はこちらでございます。暗さが最も増すとき、人々は星を見る。もう一度いきますね。暗さが最も増すときに人々は星を見る。さて、今日もこの名言を題材に得られる教訓とか気づきっていうのを考えていこうと思います。まずですね、大きなメッセージとしては、逆境の中でこそ希望が見えるというところですね。最も苦しい状況の中でこそ、人はですね、普段は気づかなかった希望とかですね、解決策っていうのを見つけることがあります。人生の暗闇に直面することはですね、隠れていた星に気づくきっかけになるわけですね。この中の一つに、身近な大切な方が天国へのお引越しをされた時に、これに気づくことって多かったりしますよね。当たり前だった日常っていうのがなくなってこそ、それがすごく大切なことだったっていうふうに気づくことがありますよね。そしてですね、困難な状況に直面することで、今までの自分を見つめ直したりとか、精神的に成長するチャンスというのが生まれるわけですね。厳しい状況を経験していくことで、自分の中にある強さとか新たな可能性に気づくことができるわけですね。あとはですね、こういった暗闇に包まれて、もですね、星、これは希望ですね、を見つけることで前に進む力を得られるわけですね。希望というのは、どんなに厳しい状況でも生き続けるための支えになりますし、そして明日へのですね、一歩を踏み出す原動力にもなるわけですね。そして日常の中では気づかなかったことにですね、苦しい時にこそ気づくことがあるわけですね。暗闇というのを経験することで、物事を異なる視点から見つめ直したりとか、新たな発見ができることをこの名言が教えてくれています。そしてどんな困難であってもですね、それが永遠に続くわけではないわけですね。暗闇の中でも星を見るように希望を探し続ければ、やがて、明るい未来が訪れる可能性があるわけですね。暗さは一時的なものであって、それを乗り越えた先に光が待っているという教訓なわけですね。あとはですね、星は遠い空にあるものですが、実際には私たち自身の心の中にも星というのが存在するわけですね。どんなに外の状況が厳しくても、自分の内面にある星、いわゆるこれが希望ですね、に気づくことで未来への道が見えてくるわけですね。そして最も暗い時こそですね、焦らずに星を探す、これは希望を見出すというところですね。その心の余裕を持つことが大切になってくるわけです。困難に動揺するのではなくて、その中で冷静に自分の進むべき道を見つけることが乗り越えていく力になるわけですね。この名言というのは、困難や苦しい状況の中でも希望を見出し、未来に向かって進むことの大切さを教えてくれています。
暗闇が深まった時にこそ新しい希望とか可能性が見えてくるというメッセージはですね、どんなに厳しい状況にあっても希望を持ち続けることの大切さを力強く教えてくれています。というわけでいかがでしたでしょうか。ラルフ・ウォルド・エマソンの名言をご紹介させていただきました。暗さが最も増す時に人々は星を見る。というわけで今日も一日楽しんでいきましょう。いってらっしゃい。